ギルゴールドスタインはアメリカのジャズピアニストにしてアコーディオン奏者である。彼は5歳でアコーディオンの勉強を始めたが、後にチェロとピアノに転校した。バークリー音楽大学で学び、1973年までにはパッド・マルティーノ・トリー・コニッツと演奏をしていた。1980年代初頭のギル・エヴァンス・オーケストラを皮切りに、ウェイン・ショーター、ビリー・コブ・ハム、 ジムホールとも演奏した。ミシェル・ペトルチアーニのアルバムのためにアコーディオンの演奏を再開し、その後は自身のソロアルバムでも使用している。アコーディオン奏者として2000年にリチャード・ガリアーノとツアーを行ったが、ツアーではピアノも演奏した。1980年代及び1990年代にはエレメンツのメンバーを務めた。2007年、彼はアルバム You Are Songs ザ・ミュージック・オブ・エルトン・ジョンをスティーブ・スワロー、ボール・モチアン、イタリアのサックス奏者、ピエトロ・トノロと共にリリースした。カルテットは、エルトン・ジョンの最も人気のある曲のいくつかのジャズアレンジを行った。ゴールド・スタインはラジオ・インサイドとバニラ・フォグという映画の音楽を作曲した。映画五千譜のラブレターではアイ・ラブ・パリという曲をパフォーマンスしている。日本映画では キけ和田つみの声ラストフレンズのサウンドトラックを担当した。彼は3つのグラミー賞を受賞している。そのうちの2つは、マイケル・ブレッカーのアルバム、ワイド・アングルズにおけるプロデュースとアレンジのクレジットによるものである。彼は、ニューヨーク大学で教鞭を取った。アポストロス・アンシモス・ビリー・コブハム・イリアーヌ、イリアス・ギル・エヴァンス・ジム・ホールト・ニーニョ・ウルタ・パット・マルティーノ、タイガーを起こし、 ありがとうございます。